ジェラール・デウロフェ・ウラサーロは、スペイン・ジローナ出身、ウディネーゼ・カルチョに所属する、サッカー選手。ポジションはフォワード。2003年に9歳で、FC バルセロナの下部組織に入団すると、その後順調に、各カテゴリーを、ステップアップしていき、2011年3月2日に、対コレドバ戦にて、FC、バルセロナ B デビューを果たす。また同年の4月、 ペップグアルディオラ率いるトップチームに初召集され、レアルソシエダ戦には出場することはなかったものの、ベンチ入りを経験した。それからしばらく呼ばれることはなかったが、翌シーズンの2011年10月29日、RCD マヨルカ戦で、トップチームの公式戦デビューを果たした。2013年7月10日、エバートン FC へ1年の期限付き一席。 2014年8月14日、セビージャ FC へ1年間の期限付き遺跡。2015年6月25日、エバートン FC が FC バルセロナから完全遺跡で獲得することを発表した。2017年1月23日から AC ミランに半年間の期限付き遺跡。2017年6月30日、 バルセロナに買い戻しで復帰することが発表された。2018年1月30日、ワトフォードが2017から18シーズン終了までの期限付き遺跡で獲得したことを発表した。2018年6月11日、ワトフォードへ完全移籍し、5年契約を締結した。プレミア第27節のカーディフ戦で、プロキャリア発となる、ハットトリックを決めた。 同シーズン FA カップ準決勝、ウォルバーハンプトン戦で途中出場から2ゴールを決め、1984年以来の FA カップファイナルにチームを導いた。2020年10月5日、ウディネーゼカルチョがレンタル遺跡で獲得したことを発表した。2021年1月30日、ウディネーゼカルチョへ完全遺跡し、2024年までの契約を結んだ。 スペイン代表として2011年、2012年に UEFAU-19 欧州選手権に出場し優勝に貢献した。2014年5月29日に行われたボリビアとの親善試合で A 代表初出場を果たした。2017年3月に約3年ぶりにスペイン代表に招集されるとフランスとの親善試合では 先制点となる PK を獲得し、さらにチーム2点目となる代表初得点を挙げた。ナオコの得点は当初、デウロフェウがオフサイドを取られ認められなかったが、この試合で導入されていたビデオ判定により判定が取り消され認められた。国際 A マッチ3試合1点。ありがとうございます。